今回はサーバレスの開発環境の構築等をご紹介します。 AWS ラムダのランタイムバージョンの確認を行います。 AWS ラムダノードバージョンをブラウザから検索します。今回は Node.js で構築しますが、有名どころの言語はサポートされています。X のようですね。それでは Docker 環境を作成していきましょう。開発環境構築の基本は概要欄リンクを参照してください。 AWS の IAM アカウントも同様に必要となります。Docker ファイルを開いて編集。 AWS CLI とサーバレスフレームワークのインストールを追加します。 AWS CLI インストールをブラウザから検索。 Linux の手順を選択。ブラウザからコピーして Docker ファイルにペースト。行頭に run を追加します。サーバレスフレームワークインストールをブラウザから検索。 Docker ファイルへコピー&ペーストと、コマンドパレットから以下を選択。ビルドの間、サーバーレスについて説明します。通常、ウェブアプリケーションを動かす場合において、サーバーを運用しなければいけません。しかし、サーバーの管理運用は企業においても負担になります。ならば、サーバーを運用しなければ良いという考え方が生まれました。サーバーがない状態でどのようにウェブアプリケーションを実現するのか、その回答として高速関数実行により処理を完結させます。 AWS の提供するサーバーレスサービスで代表的なものはラムダです。以下にサーバーレスのメリットデメリットを挙げます。メリット、柔軟なスケーラビリティ、効果要請公開複製、運用コストの低減、インフラコストの低減。デメリット、機能に制限。以前はもっとデメリットがありました。ですが、ここ最新の開発環境等を駆使することによりデメリットはなくなってきています。そのデメリットの低減に大きく貢献しているのは VS コードとサーバーレスフレームワークだと私は思っています。次にサーバーレスフレームワークについてご紹介します。サーバーレスフレームワーク SLS はサーバーレスアプリケーションを構成管理デプロイするためのツールです。通常 AWS でサービスを構築する場合、マネジメントコンソールか AWS CLI から作業を行います。そしてほとんどの場合、AWS 上でデバッグするしか方法がなく、とても非効率です。 SLS の場合、簡単な YAML ファイルで構成を定義し、デプロイも簡単です。そしていろいろなプラグインが用意されていて、ローカルでの実行を可能としてます。そのためローカルで十分はデバッグが行えるようになっています。このことは学習コスト、開発コストの低減、ベンダーロックインを低減させています。コンテナのビルドが終了しました。ターミナルを開きます。インストールを確認します。以下をコンソールで実行。サーバーレスコマンドは SLS と短縮できます。 AWS CLI の設定をします。以下を実行。 IAM で取得したアクセスキーとシークレットアクセスキーを入力。デフォルトのリージョンを入力。私は東京リージョンにしています。設定ファイルを確認します。コンテナのリビルドに備えてコピーします。Docker ファイルの再稼働に以下を追加。コンテナのリビルドを行います。
AWS の設定を確認します。ハローワールドを実行してみましょう。テンプレートからプロジェクトを作成するコマンドを実行。ラムダ入り口のハンドラー JS を開いて確認してみましょう。サービス YAML を開いて編集します。ノード JS のバージョンを 14x に、東京リージョンを指定。AWS マネジメントコンソールにサインインしておきましょう。ラムダサービスを参照します。何も定義されていないことを確認してください。デプロイをします。カレントディレクトリを移動。デプロイを確認してみましょう。動作を確認します。コンソールからの実行だと本当にラムダが動いているかよくわかりませんね。 AWS マネジメントコンソールから確認してみます。入力は無視されるのでそのままテストを実行します。実行結果は大丈夫ですね。ラムダのテスト実行ではなくて、ブラウザからの応答が見たいですよね。それには API ゲートウェイが必要になります。サーバーレス YAML に HTTP イベントを追加するだけで API ゲートウェイが追加されます。ブラウザからも確認できました。それではローカルでのデバッグについてご紹介します。以下を実行。サーバーレスオフラインというプラグインを使用します。サーバーレスオフラインは、ラムダと API ゲートウェイをエミュレートしてくれます。プラグインはいろいろあるので、確認しておいてください。サーバーレス YAML の再稼働に、以下を追加。実行とデバッグビューからランチ JSON ファイルを作成します。以下を追加。リモートアタッチできるように編集します。ハンドラーにブレイクポイントも設定しておきましょう。デバッグ用のオプションを指定して、サーバーレスオフラインを起動します。無事アタッチできましたね。ブラウザで開いてみましょう。ブレイクポイントで止まりました。これでローカルでもデバッカーを使用してデバッグすることが確認できました。ご視聴ありがとうございました。